今日は7月1日、7月1日土曜日、時刻は15時40分を回りました。で、今ね、午前中ちょっとペットショップ行って鳥をね、数羽買ってきたんだけど、で、その今帰り道で、ちょっと今から帰りまーす。帰っちゃうよマジで俺。こっから2時間くらいかかるからな。めんどくせんだよな、運転が。遊ばねえよ。今日買った鳥は、金鶏、あと発汗、高麗生地、あとポーリッシュ。やばい、ハザード。何羽ぐらい買ったんだ、10羽いないのかな。結構買ったんだよな。で、暑いからさ、今すぐ帰んないと感じで急いで帰りますわ。この辺ネズミ捕りがいるらしいからね、警察がネズミ捕りやってんの。ションベン、ションベン。今ミニストップの駐車場で休憩してるんで、あとちょっとしたら出ます。はい、失礼しまーす。はい、どうも。はい、いろんなコンビニあるけど、ミニストップ、ファミマ、セブンイレブン、ローソン、あとデイリー、いろいろあるけど、ミニストップって名前が一番好きかも。一番凝ってるというか分かりやすいよな。ミニストップ、コンビニとして一番いい名前だと思います。じゃあそろそろ出まーす。はい、どうも、失礼しまーす。はい、はい、じゃあ気をつけて帰ります。はい、んどっちこれ、あ、しゃべる。このドライブですね、ドライブ、ドライビングオールナイト。誰も譲ってくんねえんだろうな、これ出るとき。譲ってよ。食べちゃうよ。誰も譲ってくんないから。蒸し暑くなってきたわ。後ろ近いな。
飲んじゃった飲んじゃったよ。帰りね、まだあと2時間ぐらいかかんだよね。くっそめんどくせえ。誰か変わってくんないかな、その辺のガキでもなく。運転はあんま好きじゃないね。めんどくさくて。何が左ね。あ、間違えた、道間違えた。あれ、なってんのかな。まあいいわ、どうせ帰る。しばらく道なりです。まだちょっと時間かかるから一回切ります。はい、失礼します。ローソンのトイレに来ました。ローソンで尿素流します。出ます。あ、逆だ、あ、閉めてなかったんだ。尿素してきました。じゃあまた車戻ります。はい、失礼します。どうも。ローソンで休憩ついでにちょっと鳥たちの安否確認を行います。これとこれとこれとこれに鳥が入ってて、こっちに2羽と、こっちに3羽、こっちに3羽と、こっちに何羽 ?4 羽わかんない、そんぐらいいるわ。で、多分というか元気そうですね。ガタガタ落としてピーピー鳴いて。うん、だからまあ急いで、まだ帰るわ。な。じゃあ失礼します。はい。ということでね、時刻は今午後5時40分で、無事に帰ってこれました。結局2時間ぐらいかかったけど、まあ無事にね、帰ってこれることが一番なので、本当に良かったと思います。ありがとうございます。はい、てな感じでね、ここにね、めちゃめちゃいるんでね、あの鳥が。これですね。こういうのが死体入ってそうな入れ物だけど、鳥なんでね、バラバラのなんか入ってそうな、すっごいね、圧巻だね。じゃあ開けちゃうよ、ちょっと軽く。で、これがまず一つ目の箱で、銀鶏っていうね、まあ、キジの仲間なんだけど、その鳥のヒナ、生後3、4ヶ月なのかな。まあまだまだ赤ちゃんで、性別もまだよくわかんないですね。
で、大きさ的には、まあ、こんな感じで、うん。まだまだ小柄で、でも指も綺麗でね、あの、模様も、保護色っぽくてすごいかっこいいね。まあ、大人になると色もだいぶ変わるから、まあ、今だけかな。こんなのも。かっこいい。で、これが、この、こっちが黄金金鶏っていう、まあ、金鶏っていう鳥の、まあ、突然変異なのかな？その白っぽくなった鳥を固定化して生み出した鳥。黄金金鶏っていう鳥で、で、こっちの茶色っぽい小柄なのが発汗っていう、まあ、これも、キジの仲間でね、どっちもキジの仲間で、どっちも中国の方の原産の鳥さんです。うん。まだまだどっちもね、あの、若鳥というか、ヒナというか、大人になると、また雰囲気が変わる。そんな感じですね。これが発汗のヒナです。発汗って調べたらわかるけど、まあ大人になるとね、オスとメスで全然色も違って、すごいかっこいいよ。うん。で、こっちが黄金金鶏で、これまたね、本当にかっこいいよね。大人になると。かっこいい。それだけ。以上。綺麗だよね、でも。今でも。で、これが、左端の、左というか、この、これ。これ、ゴマみたいな色してんのが、ポーリッシュっていう頭に、ふわふわの冠がついたね、観賞用の鶏のひよこで、で、この、わかる？この、2羽いるじゃん。茶色っぽい。ね、こっち向いてるやつと、こんながちょこまかしてるやつ。これが、高麗キジっていう、キジのヒナで、で、高麗キジと日本キジっていうのが、まあなんかキジの中だとね、わかりやすいなだとはいるんだけど、高麗キジは、まあ、どこだっけ？韓国？中国？そっちの方のキジで、うん。日本キジよりちょっとでかくなる。で、オスは首の周りに、首輪みたいな白い模様が出るんだよね。日本キジはそれが出ないから、それで区別できるわ、日本キジと高麗キジは。まあ、大きさも違うから、まあ、見たらわかんないけどね、大体。で、これがポーリッシュのひよこで、で普通のひよことはね、まあ、まあ、見るからに違って頭に、このふわふわな、ね、わかる？このモヒカンみたいなの生えてんの。で、オランダ原産のヒヨコで完全に観賞用。だから絶対食用とかじゃないよね。当然。まあ、色も綺麗で、足も綺麗で。髪も綺麗でね。そんな感じですね。で、これが高麗キジのヒナで、やっぱちょっと日本キジのヒナとはなんか違う気がするよね。目が青っぽいというか。で、まあ足も綺麗で。さすがにオスメスはまだわかんないです。もうちょっとでかくならないと。目が青いわ。足はピンクいわ。これがラスト、最後4つ目の箱で、で、白いの3羽が七面鳥のヒナ。で、生後、まあこれも3ヶ月ぐらいなのかな。んで、この黒っぽいのがちょっと下に隠れちゃってんだけど、これが銀鶏のヒナ。さっき一番最初にも銀鶏紹介したから、まあ、今回銀鶏は4羽かな。で、うん。そんな感じですね。で、これが銀鶏のヒナでね。まあ、さっきも紹介したからあれだけど、プリプリしてるわ、肉が。で、まあ、虎みたいな模様してて。人形でね、ググってもらったらわかるけど、本当に、オスとメスで色が全然違くてね。まあ、違うんだよな。はいはい。そうですね。で、これが七面鳥のヒナで、もう七面鳥はもうすでに、7羽飼ってて、で、まあ、キリいい方がいいなと思って、今回3羽プラスして、計10羽にしました。で、オスメスはまだわかんないです。キジ科って基本的に、やっぱ鶏もそうだけど、ある程度でかくならないとオスメスがわかんなくて、ヒナのうちは結構、オスっぽいかな、メスっぽいかなって、そんな感じで、見てますね。雌雄判別みたいなのは。
で、まあ、こんな感じですね。で、まあ、結局、今回は銀系3話と黄金金系1話、発刊1話、ポーリッシュ1話、高麗記事2話、七面鳥3話、銀系1話の計、11話を、お迎えしましたね。はい。全部ね、まだヒナで、オスメスもよくわかってなくてって感じだけど、まあ、どっちにしろね、まあ、キジの仲間飼うってそういうことだから。オスメスなんて、わかんなくて当然ですよね。まあ、そんな感じで、以上ですね。ありがとうございました。はい。